やばい、この後編集しなきゃいけないのに。無限にやっちゃうんだよな、このゲーム。マジで。お、コーチトレーナーおるやん。さすがに名前覚えてよ。お、瓦張りもらった。結構いいな、これは。いや、覚えるポケモン多いっしょ。あんまり多くなかった。リザードとカメールしか覚えない。いや、リザードもね、技貧弱だから。まあ、ありがたいか。初代だからね、やっぱり技がみんな貧弱。技マシンから、技マシンは全部強いんだよ。猫の、猫に小判以外。いや、なんとかシオンタウンまでは行きたいんだけど。めっちゃトレーナーいそうなんだよね、このトンネル。岩山トンネル。あ、サイホーン出るんだ。ゴロ、え、あー、なるほど。輝きを使います。輝け。あー。フェードイン。V ちゃんの輝きで周りが明るく見え始めた。ワンリッキー。あ、カラカラいいな。わ、カラカラいいな。捕まえるか、一応。あ、ガルーラとかも出るっぽいですね。なんかワンリキーは、このゲームだと格闘タイプ最強クラスらしいです。使わんけど。通信交換なんでね。あ、まあ、どんどん進むか。びっくりした。あ、びっくりした。あ、ちょ、え？何こいつ？ヤドンの格好してんだけど。あ、なんか、知ってるな、怪獣マニア。警官にいなかった ?SR 見たことあるわ。いや、ヤドンいいな。あ、そうだ、ヤドキングもいるんだ。あ、ヤドキングはいないのか。ヤドランか。いや、今初めてラッキー使ったけど、意外と強かったな。こいつしかいないの？この洞窟。ん？終わりっぽい？めっちゃ長かったな。どこだここ。あー、10番道路なんだ。まだトレーナーまだいんの？うわ、まだトレーナーいるよ。あのふざけた野郎。お？終わりか？あ、終わった！来た！シオンタウン来た！うわ、リメイクされてるこの BGM。シゲルどうした？これがあれか？ロストタワーか？どうした？お化けが出るんだよな、この街。ポケモンタワーか。はい、どうも、ニクと申しまーす。なんだっけ？何してたんだっけ？ここはどこ？私は、ニク。あ、シオンタウンか。え？骨をかぶってるだろ？あれが高く売れるんだって。なんか結構ポケモンで金儲けすることあるよな。あ、これアローラティクダだ。あら。そっか、あれか、ポケモンタワーでなんかカラカラ助けるんだっけか。あ、これ8番道路あれじゃない？繋がってるんじゃない？一回戦おうか。違うわ、これこっちじゃないわ。普通にシオンタウン攻略しないといけないらしい。いや、ポケモンタワーだったらあれっしょ、ゴーストタイプ出てくるっしょ。なんで噛みつく覚えてるニドリーナを先頭にして、ポケモンハウスボランティア、なんだこれ。富士老人、ミュウツーを作ったと言われている人、それぐらいは知ってるけど。まあ、ポケモンタワー行きましょうか。あ、この BGM がポケモンタワーなんだ。へえ。お墓ね。ブラックホワイトにもあるよね。違う、ダイパだ。ダイパにもあるよね。よそ行きセット。お、なんだ。あ、着替え？着替えるか。あ、なるほどね。そういう感じ。おお、完全によそ行きだ。バックかっこいいな。よし、これで行こう。まあ、ポケモンにも死があると。悲しいね。シルフスコープさえあれば見破れるかもしれないが。へえ、なんかそんなのがあるの。探してみるか。コーチトレーナーおるわ。いやー、なんか急にあったかくなってきましたね。あ、これシゲルいるやん。まあ、さっきまで暖房つけてたんだけども。どうした？ニクじゃん。こんなところになんで？まさかニクのポケモン死んじゃったのか。音符じゃねえよ。なんだ違うのか、よかった。でも一応ニクのポケモンたちが元気か見てやるよ。あ、
バトルね、そういう元気かどうかね。よろしい。あれ、こいつ御三家どうした？御三家って連れてなかったっけ？あ、しまった、勝負してたらカラカラがどっか行っちゃった。リク、カラカラ知ってる？骨をかぶったポケモンなんだぜ。あのカラカラ何かを探してるみたいだったけど、もっと上の階に上がったのかな。いやー結構強いね。レベルがね、みんな上なんだよね。 V ちゃんぐらいしか上取れてない。まあ行きやしょっか。あ、そっか、その前にコーチトレーナーだ。EV の飴なんだそれ、 EV の飴。てかさ、このコーチトレーナー努力値振ってるだろう。さすがに強いんだけど。あった。へえ、すべてあげる。全部使おうか。よし、上行こう。おう、しげる。おーい、カラカラ。カラカラどっか行っちゃったんか。見当たらないな。カラカラ仲間にすんだっけ、しげるが。あれは？ふっ。ゴーストかと思った。なんか変なのいる。え？ひ、お、お、おば、おば。おばさん。おばけー、ギャーポケモンにも、こういうのあるんだな。立ち去れ、立ち去れ。あ、カラカラ。めめー。どういうこと？うわ、尻尾が。へえ、こんなあるんだ。まあ。あ、下行くの？じゃあね。なんだか寂しそうに降りていった。え、どっち追えばいいんだ？はあ！え、これ触っていいの？ちょ、怖い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 。どうするどうする？ちょ、え、え、いっぱい出てきた。え、立ち去れ、立ち去れ。やばい、死ぬ。あ！めんどくせえ。え、やばいじゃん。うわ、クソめんどくせえやつ出てきたな。テレサみたいに、向いたらどっか行くとかないし。なるほどね、触っちゃダメだと。みんなシルクスコープ、シルクスコープ言ってんな。どっかに落ちてる感じか。うい、絶対なんかあると思った。これだって不自然だもん、このくぼみ。うわ、びっくりした。ああ、びっくりした。危ねえ。めっちゃ出てくる。いや、来すぎだろ。壁、え、何？壁は？あ？わかんないわかんない。難しい。え？あれ？なんか穴掘ってても毒々当たったんだけど。どういうこと？なんかそういう仕様？回復が意外とないかもしれない。これ下なんかあるかな？なんもねえか。みんな使ってくるポケモンゴーストなんだけど。いやー、この時代のゴーストはいいね。浮遊がないから地面技が当たる。バレた。テレポートテレポートってさ、誰が覚えんの？ケイシーぐらいしかいないんじゃないの？うい、見つけていく。いいね。全員倒すのめんどくさいな。2回クリア。何回あるんだろう。だいたいこういうの4回まであるからな。なんか錬成陣あるけど、あのお化けって捕まえられるのかな。いや無理だよな、そもそも勝負にならないし。何ですかこれ、触っちゃった。聖なる祈りに守られた結界へ入った。ああー、なるほど、セルフポケモンセンターか。ちょ、なんか多くねあ、でも3匹か。はいはいはい。また穴掘ってる途中になんか毒々入れられたんだけど、ずるじゃね。もういいや、 EV で全滅するか。状態異常回復がもうあんまりないんだよね。氷の石、あ、待って、あれが欲しい。光の石が欲しい。あー、やべ、あー、やべ、死ぬ。待って、これ、ちょっときつい、危ねえ。なんかたまに消え、あ、びっくりした。たまに消えるんだよな。うわ、今、罪盤面だったな。やばい、15分ぐらい戦ってた気がする。いや、マジでポケモンが強いのと状態回復がない。よし、行くか。よし。あ、てか、ゲンガーもいい。てか、やばくねこれ。出れー。ギリギリ出れそう？危ねー。あー、隠されてるアイテム。ハイパーボールか。もうそういう時期か。
スーパーボール、お別れの時期か。スーパーボールって本当に使う機会ないよな。だからあんまり買わないようにしてるんだけど。え？なんかイベント。わお。でかくない？でかくない？親玉来たよ、親玉。立ち去れ。ここから立ち去れ。動くんだね。V じゃねえよ。は？どういうこと？通れないの？え？まあ、体力もあれだし、一回帰るか。そしたら。はい、送ってってくださーい。てかこれどうすんだろう。先進めないから。びっくりした。ああ、ロケット団久しぶり。洞窟以来じゃね？榊様のためにシオンタウンまで来たけど、富士ってじいさんどこにもいないじゃん。あと探してないのはポケモンタワーのてっぺんとか。変な幽霊が邪魔で上まで行けないのよね。同じこと言ってる。あ、なんか同じ大きさで可愛いな、お前ら。じいさんは見つけられなかったが、このカラカラだけでもアジトまでさらっていこうぜ。そうね、タマムシシティのロケットゲームコーナーに行きましょう。へえ、ロケットゲームコーナー、トバリシティ的な。はいはい、あんたのママはタマムシシティに待ちよう。一緒に行きましょうね。ママママ探してんのか。あー、じゃあ何これ、追っかける感じかな。え、誰？大変なものを見てしまった。初代のロケット団ってさ、なんか指名手配犯なんじゃなかったっけ？お、虫寄せコロン売ってるじゃん。買っとこうか。安いな。30個くらい買っとくか。結構なんかお金にも余裕出てきたし。幽霊はいると思う？いや、信じてないっすね。あはは、そうよね。あなたの右肩に白い手が置かれてるなんて、私の間違いよね。これ、はいにしたらどうなる？信じてる人っているんだ。お前何なんだよ。あ、これ、あれだ、ハートになってる。なってないね。気のせいでした。まあ、追いかけるか。え、レベル高くね？ 35？ びっくりした。まあ、半分も入らねえ。いや、お前ふざけ。あれ、ラッタって捕まえたっけ？なんか初めて見たような、見てないような。炎の石。ああ、そうだよね。やっぱなんかここ聞いたことある気がするって思ってたけど。あ、でも気のせいか。来たことないな。これね、トレーナーなんだよね、マジで。引っ掛けだからね、これ。迷うな。いや、無視しちゃえ。これどっちだ？左か。私、真面目な警備員。はあ、喉が渇いた。お茶が飲みたいな。水ぶっかけてやろうか。噛める、熱湯。あ、通行禁止？アクセラレーターか。あ、これあれじゃん。地下通路じゃん。エーレンダタイム。おら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 さあ、プラチナ。あ、やっぱスタンド強いな。タマムシシティのデパート。へえ、デパートがあるのか。名前ぐらいは聞いたことあるけど。タマムシシティ。おいおい、ここポリゴン出るってよ。けど初代ってのはな、ポリゴン2がいねえんだよな。ああうん。あれ、ここが近道的な感じかな。この隣が、右側がさっきの8番道路っぽいから、繋がってるみたいだね。なんで通らせてくんないんだ。おーおー、やるね、お前。危ないぞ。お、から元気もらった。来た、タマムシシティ。ロケット団いる。